ディープテック研究所。この番組はビジネスインサイダージャパンの科学好き記者の三村がディープテック系スタートアップについて深掘りする番組です。皆さんこんにちは、ビジネスインサイダージャパン副編集長の三村です。先週から引き続き魚養殖ベンチャー魚ドリームの CTO 森田哲郎さんにお越しいただいています。森田さんよろしくお願いいたします。はい、森田です、よろしくお願いいたします。はい、先週、まあ、前半ですね、魚ドリームがやっている代理新魚技法という、はい、なんて言うんでしょう、すごいサバからマグロを産むみたいなキーフレーズみたいなもの出てきましたけれども、はい、別の親になんというか、まあ、代理母みたいな形で卵や精子を出させて今まで育てられなかったような魚をうまく作ろうみたいな技術 の、まあ、科学的な部分であったりをいろいろとお伺いしてきたんですけれども、後編ではですね、スタートアップ企業としての魚ドリームの、まあ、現在地みたいなことについてお伺いしていきたいと思います。森田さん、今、まあ、CTO というポジションで魚ドリームに加わっていらっしゃると思うんですけれども、はい、実はこのディープテック研究所で初めてこの科学技術担当がお越しいただいたっていうこともありまして、はい、ぜひそのキャリア、どういうキャリアを経て今のポジションにたどり着いたのかっていうのをちょっとまず最初にお伺いしていきたいなと思うんですけれども、はい、先週ちょっとお名前挙げさせてもらったですね、吉崎、東京海洋大学の吉崎教授の研究室で博士号を取得しましてですね、その後民間企業 の日水、まあ、その頃日本水産と言いましたが、株式会社日水に入社しまして、でそこで研究員としてですね、うん、まあ、主に養殖技術の開発に携わる仕事をしておりました。16年ぐらいですね。養殖技術っていうとどうやって魚をちゃんと安定的に育てるかみたいな。そうですね、ざっくり言うとそういうことになりますし、うん、まあ、あとは新魚種開発とかですね。新魚種、はい、新しい、まあ、そうですね、新しい魚種開発っていうのにも携わらせていただいて、うん、はい、でまあ、そういった、まあ、まあ、その仕事ももちろんやりがいがあってですね、楽しく仕事をさせていただいたわけなんですけども、まあ、ある時ですね、その吉崎教授が、まあ、2020年にですね、水権生殖工学研究所っていう、難しそうな、はい、組織をですね、海洋大学の中にご自身が所長となってですね立ち上げられて、でその水権生殖工学研究所っていうのですね、水権って水の圏内の、そうですね、水の圏内の生殖っていわゆる生殖細胞、そうですね、生殖工学ですね、工学、はい、すごい地面ですね。そうですね。はい、そう、言葉で言っただけだと多分全然伝わらないかと思うんですが、まあ、ご自身がそれまで長く研究されてきた生殖幹細胞操作技術、代理新魚技法を含むですね、はい、それの、まあ、よりその大学として推進すると、工学的な応用をやっていこうという、そうですね、まあ、もちろんその基盤技術のさらなる高度化ということも含まれていまして、うん、でまあ、大きなミッションの一つとして社会実装があると、でそういった組織を、まあ、立ち上げたん でそれに伴って教員の公募が出るぞということで、もし興味あれば公募してみないっていうお誘いをいただきました。でもうすでにですね、吉崎先生の研究室ではもちろんそれまでも今まで研究を支えてきた、まあ、優秀な教員の方々、吉崎先生の他にもいらっしゃってですね、まあ、私の出る幕なんかないなと思ってたんですが、先ほど言ったその社会実装の部分で、私も一応民間企業で、まあ、事業としての養殖っていうのを、まあ、多少何とも目にしてきたっていう経験もありますので、その社会実装の部分においては、まあ、お役に立てる部分があるんじゃないかなと思って、まあ、応募したと。でそしたらですね、運よく採用していただいたんで、そこで、まあ、先ほどの、まあ、会話のくだりにつながるわけなんですけども、社会実装というか実際に養殖、それまで養殖できなかった魚の養殖できるようにっていうのに、まあ、代理新魚を使っていこうという研究を始めたわけですね。で、まあ、その時点では、まあ、新しい養殖業を作っていつか誰かの目に留まればいいなぐらいの感じだったんですけども、うん、そのあるその大学の中でその研究を推進してくれる部署っていうのがあって、でそこがですね、の職員の方が森田先生こういうのがありますよと
で教えてくれたのはですね、農水省の関連組織の政権支援センターっていうところがありまして、でそこがまあブレインっていう名称、略称なんですけども、そこが大学とかですね、そのシーズ技術をもとにした、事業化を推し進めるための、助成金、SBIR プログラムっていうものを、はいはい、やられてまして、まあ、そこに応募したらどうかっていうお話をいただいて、まあ、応募してみたと。そしたらですね、まあ、幸運にも採択されて、でそのプログラムの中で、まあ、企業をその希望するその若手人材っていうのとのマッチングっていうプログラムがその中に、はい、そのブレインっていうプロジェクト自体は割とこう研究アクセラレータープロジェクトみたいな、はい、そうですね、今回の、SBIR に関してはその事業化支援ですね。その中でそのビジネスマッチングみたいなもの、そうですそうですっていうプログラムもあってですね、そこでまあ、サカナドリームの CEO の細谷と、CMO の石崎と出会って、でその、まあ、彼らが、まあ、ぜひこれで起業したいという話をしていただいて、まあ、熱意に押し押されてという言い方で吉崎先生とも相談してですね、じゃあこれで行ってみましょうかっていう風になったのが、実はですね、その SBIR のプログラムに採択されたのが昨年で2022年で、ちょうど1年前ぐらい。わ、そんなスピード感でそうですよ、なんで私たちもちょっとこの1年驚いてるんです。そうなんですよ、はいはい、その熱意持ってこう、はい、一緒にやらないかと言われて多分起業されたということだと思うんですけれども、はい、僕今日お話を伺う前にいろいろ考えていたところとして、そのなんていうか、私たちこうスーパーに行けば魚って手に入りますし、はい、まあそれなりに新鮮で美味しいし、はいはい、なんかそもそも養殖産業って別になんか困ってないんじゃないのって、ちょっとなんか別になんかより新しいものって求めてないかもしれないってちょっと思ってしまったんですけれども、まあ、ただ全然多分そんなことは思っていらっしゃらないとは思うので、なんかそこ の, その養殖産業でスタートアップを作るなんか理由というか作った理由、はい、なんか どういうところでやっぱり価値がスタートアップを作ることに価値を感じていらっしゃるの か, なんかそのあたりってどうお考えなんでしょう。先週の話からちょっとつながってくる部分ではあるんですけども、はい、今その困ってないっていうお話もされたかと思うんですけども、それはなんかこういろんな問題を実は含んでいて、はい、世界的に見ると養殖産業ってすごい伸びてるんですよ。ただ日本は頭打ちが実は前減傾向にあるんです、ね、世界では伸びているけれども日本は何ならちょっと減ってるかもしれない、はい、まあ、それはなんか、まあ、おそらくこういろんな問題を、はい、含んでいて、まあ、人口が減ってるっていうのもそうだし、あと魚食離れですね、肉を食べる人が増えてきて、お魚を食べる人が減ってると。で、まあ、先ほども言ったんですけども、それはすごい魚の研究をしている人間としては非常に寂しいなと思うところがあって、魚のポテンシャルってこんなもんじゃないぞっていう思いが私はずっとあったんですよ、うん、でもっともっと魚のことを知ってもらえれば、そこは覆せるはずだっていう思いが実は前職の時からずっと思っていたんですけども、だからといって何ができるのっていうところで、まあ、もやもやしていた部分があったんですね。その時に、まあ、この技術を使えば少なくとも今までできなかったことができると。で今までの既存のアプローチいろいろ皆さん試されてて、もちろんそこには成功事例があるわけなんですが、例えばまあ、アトランティックサーモンなんかうまくいってますし、うん、日本の養殖においてもですね、組織ごとに見れば、例えば先ほど言った日水に関して言えばブリはかなりうまくいってると思うんですが、うん、まあその一方で全体をしてみると日本の養殖産業っていうのはちょっと、うん、まあ、頭打ちになってるという状況があって、そこに
まあ、それが、まあ、もしかしたらその既存のアプローチの、まあ、ある意味限界を示しているのであれば、うん、全く新しいアプローチをしてみることでまた新しい展開が生まれるんじゃないかっていう、うん、まあ、あの完全にそのなんだろうな単純な発想なんですけども、はい、まあ、でもその可能性がある技術があって、はい、まあ、ただ技術だけ研究していてもなかなかこのアプローチできなかったところが、はい、この、まあ、スタートアップっていう手法によってもしかしたら本当にそこを変えれるチャレンジができるかもしれない。そうですね、だからそういう意味では、そのスタートアップであるということの、そのスピード感ですね、うん、実はその私もその吉崎先生もいつか世に出したい、この技術を世に出したいというのはずっと思ってたんですが、まあ、スピード感でいうと、まあ、この魚ドリームの細谷吉崎と出会ったことによって、まあ 我々でも予想を超えたスピード感で今進んでるのでの、はい、まあ、そこの今まさにプルーフオブコンセプトというか、まあ、このコンセプトの実証は本当にできるかどうか、はい、まあ、それを出した時に市場に受け入れられて、はい、本当に日本の食がまた魚に戻ってくるかとかっていうところを多分試そうとされていらっしゃるんだと思うんですけど、まあ、そこの検証がなんていうか今後日本でどうなってくるのか、はい、まあ、あるいは世界でめちゃくちゃ受け入れられて、はい、みたいなこともあるかもしれないですし、はいはい、うん、そこはちょっと本当に今後楽しみにしたいところですね、はい、魚ドリーム、そのすごいスピード感で今進んでらっしゃると思うんですけれども、はい、あのビジネスのフェーズっていうんですかね、現状はなんか開発の状況とか、まあ、販売まではまだ行ってらっしゃらないと思うんですけど、はい、そのあたりどうなってるんでしょうか。もうまさにまあ、プレスリリースもされてますが、あの会社としては本当に今立ち上がったばっかりですね、技術としては、まあ、本当にあの東京海洋大学が今まで積み上げてきたものをどう事業に展開していくかと、でそれをしていく段階で、もうあの東京海洋大学の方では実はある程度、まあ、あの製品として魚ドリームが製品として売っていきたいと思っている魚、第一弾の魚っていうのは研究室レベルではもうちゃんと買えるということが分かってきています、うん、なので第一弾としてはそれをちゃんと事業スケールで作っていけるのかどうか、うん、養殖場みたいなのでちゃんと作れるかということですね。はい、今要は数千レベルで作れているものが数十万とか数百万のレベルで作れるようになるのかっていうのをこれから検証していくということになりますね、うん、当然代理新魚でいくら種苗であったりとか今まで買えなかった魚の卵がいっぱい作れたといってもですね、それが製品サイズまで育たないと意味がありませんので、うん、まあ、それ自体はですね、普通の、まあ、いわゆる今までの養殖と同じようなプロセスを踏んでいかなきゃいけないわけです。別にそこは本当にちゃんと買えるかみたいなのの検証というわけですね。そうです、はい、でそれを少しでも確率を上げるために私たちは、まあ、あの新しい配偶者を作って、さらにそれをその既存の魚とのハイブリッドにするっていう戦略を立ててるんですけども、まあ、それによって既存の魚のノウハウであったりとか買いやすさっていうのをうまく新しい魚とミックスして、よりその商品化へのプロセスをスピードアップしていきたいというのが狙いですね。ハイブリッドにするメリットが まさに そこになってくるわけです。そうです、はい、そこは一つの大きなメリットになります。新しい魚を作れるがまず代理新業技法のあれですけども、はい、まあ、新しい魚できたところで買い方わからないっていう状況になると、はいはい、なんならむしろすでに知っているやつらと混ぜ合わせてちょっとあの買いやすいよりに性質を変えてもらった方が、はい、あ、なるほど、うまくいきやすい、はい、で先ほど言った貝割りの例で言ういくとですね、これもしつこいですけど東京海洋大学の仕事なんですがあの貝割り自体はやっぱり難しいんですよ。難しいんですか。結構簡単にすれてしまったりとか、 まあ、あと稚魚、卵から稚魚にするまでの生産率もすごい低くて、それはいわゆる自然環境ではなくて飼っていても、飼っているでもですね、で、いわゆるクロマグロって近代さんが、はい、すごい、はい、完全養殖うまくいかせましたけど、あれもすごいハードルがいろいろあって、はい、すごい難しい魚だと言われてますが、それと同じぐらい生産率が低いんですよ。なのでこれだとちょっと厳しいぞと、まあ、仮にできたとしても結構高額な魚になっちゃう、はい、そうなんですよ、問題もあります、はい、なのであのハイブリッド既存種とのハイブリッドにしてみたら生産率は劇的に上がったんですね。はい、で実際にそういうところで雑種矯正っていうのはもう見られています、はい、で成長も良くなりましたし、はい、なんかこう
我々が食べられる日もそんなに遠くないって期待してる。そうですね、あの、まあ、もちろん我々もあの美味しくないと出せませんので、まあ、試食はもうしてるんですよ。であので、先ほどそのかなりあの舌が肥えている吉崎先生もこれならいけるっていうお墨付きを、はい、で、あの某あの海洋大学の客員教授もあのほっぺた落ちると表現してましたんでじゃあ大丈夫そう。あのそこはちゃんとその魚の、良さが出る、これも実はこれからなんですけども、やっぱり旬というものがありまして、あの油の乗りですとか、まあ、サイズですとか、まあ、いろいろその本当に出荷に適したタイミングっていうのがあるんですが、そういうところも全部ちゃんと検証していって、いいタイミングでいい状態の魚が出せれば、あの必ず美味しいと言っていただける魚になるというふうに思ってます。それはかなり楽しみですね。スタートアップとしてのビジネスモデルとしては、そういう養殖場ももう自社で持って、でそれを販売するところまで全部自分たちでやっちゃおうみたいなイメージで事業をされてるんですか？まあ、将来的にはその可能性もおそらくあるかとは思うんですけども、まあ、現時点では、まあ、なかなか自分たちで養殖場を持つって結構大変ですよね。もう、はい、我々の規模はちょっと難しいので、あの他のもうすでにその養殖やられてる漁協さんとかですね、うん、今協力していただけるところを募ってですね、まあ、次年度以降展開していこうと思ってるんですけども、今実際、はい、手を挙げてくださってるというか、前向きに検討 してくださっているところがありますので、まあ、それはやっていけそうかなというところが見えています。イメージとしてはその卵とかその代理新魚で混ぜた、はい、そうですね、卵っていうのを提供してそれを育てていただいて、はい、今考えてるのは種苗はまあ、はい、魚ドリームで、まあ、もしかしたら場所はどこかよそに借りる可能性はあるんですけども、はいはい、魚ドリームで種苗は作って、あとはこれを育ててください、まあ、はい、育ててください、でそれをまた製品サイズに育ったら、まあ、委託料を払うのか、魚できた魚を買い戻すのか、そこら辺のモデルは、まあ、これから一緒に検討していく形になるんですけども、少なくとも売っていくっていうところに関しては、魚ドリームがやって、まあ、ブランディングも自分たちでやっていくと。魚ドリームの魚だよ。そうです、はい、これはちょっと早く食べたい、はい、私でも早く自信を持ってこれですとお届けできるように、う、ね、はい、先日ちょうど大体1億9000万円、まあ、2億円ぐらいの資金調達されたと思うんですけれども、これはまさにそういうなんていうか最後の爪の研究だとかそういうものについて使っていくっていう形になるんでしょうか？はい、まさにそうですね。第1号についての枠組み と、2番目3番目の種類を作っていく、はい、別に1回やっておしまいで次のやつをどんどんやっていかないといけないで、そのもっと言うと第1番目の種類に関しても一発目できたからそれで終わりというわけじゃなくて、はい、さらに美味しさを突き詰めるってことをやっていきたいなと思ってまして、というのが美味しさに関しても品種介入によって改善できるというふうに我々は考えてます。美味しさを構成する要素って、まあ、知られているところでいうと油だったり、はい、アミノ酸だったり、あと核酸だったり、うん、そういったものの顔料とかバランスとか、まあ、もしかしたらテクスチャーですよね、硬さとか歯ごたえとか、うん、まあ、そういうところがいろいろこう組み合わせて味って、まあ、匂いもそうですよね、構成されると思うんですけども、少なくともその一部に関しては遺伝的に制御されているというふうに考えてて、実際ですねその吉崎先生のグループはですね東京海洋大学で、実際に美味しさに関する育種っていう取り組みをやってですね、代理新魚でできそうだということが見えてきてます。代理新魚でできる、なぜそれができるかというとですね、今さらっと言っちゃったんですけどこれ実は代理新魚の一つの特徴、先ほど死んだ魚からでも細胞を取れますっていう話しましたよね、はい、で実際に切り身にして食べて人間が美味しいと感じた魚の子供が作れるんですよ。意味わかりますか？今まではいわゆる鯛なら鯛っていう全体を指して美味しい、なんかみんなで食べてましたけども、今僕が食べた こいつのこいつが欲しいみたいなことですよね、はい、要は遺伝的に制御されている部分が
ある以上個体差っていうのは、まあ、環境によっても出るんですけども、はい、個体差っていうのがあるんですね。で実際あると思うんですよ。でそれも個体差がそういう部分にあるっていうのももうすでに吉江先生のグループは突き止めてまして、で実際にモデル魚種ある種の魚としましょうか、はい、ある種の、その美味しさを構成する要素が非常に優れているというのを肉質、はい、肉の切り身を使って評価して、それが優れてるぞっていう魚の生殖細胞を移植してその子供を取ることによってその伸ばしたい形質がちゃんと伸びてるってことが分かって、よくあの作物とかであれば、はい、なんかまあたくさんできるので、はいはい、これ食べて美味しいからこいつを混ぜてってできますけども、はいはい、それをよりなんていうか精密にそうですね、できる動物にできるっていうのはすごく、はい、ああまあ確かに、はい、ああ それを積み重ねていけばどん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 美味しいやつができるはず、はいはい、できるはずなので、それはもうあのやっていきたいなと思ってますので、その新しい第一弾の魚は現時点ですごい美味しいんですけども、さらに進化していく、はい、我々の技術を使いながらその美味しさに関してもさらにブラッシュアップして、はい、バージョン2バージョン3っていうのを作ってそれも発表していくっていうのはやっていきたいなと思ってます、はい、これはかなり楽しみですね。あ、美味しそうだなっていうお話ずっと聞かせていただいて、僕個人としてもすごくこう期待する技術ではあるんですけれども、一方でこのなんていうかこう遺伝的にこう交雑種、まあ、ハイブリッド種なんかもそうですけれども、そういう交雑したものを人工的に飼育することによるその自然界へのなんか悪影響みたいなものって結構その問題意識、あの最近は特にあの言われることもありますし、実はなんかこのクエタマっていうんですかね、なんかあの人工交雑種が自然界に流れちゃ、あの漏出しちゃったみたいなことがニュースとかに載っていたりするんですけれども、はいはい、そういう問題っていうのは、はい、なんて言うんでしょう、この代理新魚技法とかには何 か関係というか、う、ね、まあ、どういうふうに捉えていけばいいんでしょうか、はい、すみません、1点だけあの訂正させていただく と、あそこで問題になったのはですね、クエタマではなくて、はい、タマクエなんです。タマクエ、あ、すみませんっていうのが実はそれ結構重要で、はい、あのクエタマっていうのはあの近畿大学さんが開発してる魚になります、はい、でタマクエっていうのはあのちょっとあの問題になった、はい、別のまた別 の、 あの魚に、まあ、ものとしては一緒なのかな、まあ、でもおそらく出自は違うということで、出自が違うので区別するためにか分かんないですけど名前が違うので、はい、そこは実は結構重要なポイント、タマクエです、ね、タマクエです、はいはい、で言いますと、もちろんその流出のリスクっていうのはあの養殖やっている以上あると思ってます。で、少なくとも一つのリスクっていうのは回避しろと思っていて、それは不妊にすることなんですね。であのハイブリッドの一個の利点としては組み合わせをちゃんと選べば不妊になるんですよ。で完全にあの子孫を作れないですので、あの万が一自然界に流出してしまったとしてもその1世代限りで魚がいなくなるので、まあ、影響は限定的であると少なくとも言えると思います。であともう1点は、まあ、自然界の影響ということに関すると、まあ、生態系を乱すとかですね、はい、まあ、例えばあのそこら辺にいる魚を食べちゃうとか、はい、よくなんか池とかでその外来魚が食べ尽くしちゃったみたいな話聞きますけど、でそういった問題に関して言うとですね、まあまあ、結構難しい評価難しいところではあるんですけども、あのそれは、まあ、ハイブリッドに限ったことでもないのかなという気がしてまして、どういう魚を選ぶか、要はその地域で育てられる魚とか、はい、そうですね、生態系の中でどれぐらいに位置している魚かによって、うん、そのどれぐらい周りの魚食べちゃうかっていうのは変わってくるかなと思っていて、少なくとも我々の第一弾のそのカイワニのハイブリッドっていうのはそこに位置する魚ではないですし、まあ、かといって科学的にそのどれくらい影響するかっていうのを証明できてるわけじゃないので、もしそこを証明しようと思ったら、例えばですけど、あの禁煙種、あ、もちろんその大元になってるカイワニとかですね、禁煙の魚のマアジであったり、あのその地域にもともといるであろうそういった近い魚と、はい、その魚食性とか性格について評価して
少なくとも環境に大きな影響を与えるような魚ではないっていうデータは取れるかもしれないなと思っていて、もしそれがその消費者の皆さんに求められるんであれば、あの安心につながるんであればですね、そういったデータも、取っていくということもあの必要なのかなというふうには思ってます。そこはもう本当にバランスをどう、なんかそうですね、この地域でこれを育てた時のバランスってどうなんだろうっていうのを、はいはいはい、まあ、調べていくっていうことは、まあ、逆に言うとその、まあ、技法がどうこうっていうよりか どこでどう使うかっていうところの問題になってくるんですね。そうですね、そうなるかなと思ってまして、なんであんまりこう物議を醸すようなことは言いたくないんですけどもこれを言い出すとおそらくですね、あのハイブリッドだからっていう話じゃなくなっちゃうんですよ。あの要はどの魚を養殖するかで、どれぐらいの規模でやるかによって、あのハイブリッドだからという話を超えてですね、なんかいろんなところに話が拡大していくようなことなので、我々としてもあのケアしながらですね、情報の出し方とか、まあ、説明の仕方っていうのは結構注意しながらしていかないといけないのかなというふうには思ってます。であのやはりその養殖、日本の養殖を盛り上げたいという気持ちでやってますので、はい、変にですね、その養殖全体 その足を引っ張ってしまうような流れっていうのは作りたく、もちろん作りたくないのですね。遺伝子組み換えとかとは全然違うものなので、あ、そうですね、あのいわゆるそのカルタヘナとか、そうですね、あのあたりに引っかかる、あのもちその第二神業、先週も言いましたけども、代理信用のドナーとレシピエントのが遺伝的に混ざり合うことは、まあ、原理的にもないですし、今まで取ってるデータもあの混ざってないことを示していますので、はいはい、ハイブリッドになってもそこは別に問題ない、はい、もうすでにあの通常今までやられてきた、いわゆる交雑種、そうです、だから自然界でも勝手にそういうふうに混じりうることは、あ、そうですね、そこはまあ、はい、あ、もちろん混じることはありますが、まあ、まあ、そこは区別して考えないといけないんですけど、人為的に作られたものと勝手にできたものっていうのは、まあ、あの分けて考える必要はあるんですが、まあ、少なくとも交雑っていう手法に関しては、まあ、多くの動植物でやられていて、魚でももうすでに海面で養殖されている魚もいる手法なので、あの規制に関しては問題ないはい、ありません。ただあの先ほど言ったような環境への配慮っていうのはもちろんしていく必要があるのでですね、これからそのどういったその魚ドリームとして情報を取って、それを開示していって、その消費者の皆さんの安心につなげていくかっていうのは、あのこれからやっていくことになりますね。まあ、でもそういうまさにこう先頭を走っているからこそ、なんていうかちゃんとそこにも向き合いながらですけども、結構プレッシャーを感じていて、はい、やり方間違えると、あ、まあそうですね、みんなの足を引っ張っちゃうので、はい、うまくうまくといったらあれですけど、はい、まあ、なんか慎重にかつ大胆に、はい、そうですね、まあ、あとはその科学的に嘘のないように、そうですね、そこはもちろん、はいはい、じゃあ今後あの僕 の口にあのカイワリが運ばれてくる日を楽しみに、はい、僕は待っていたいと思います、はいはい、では森田さん、今日はお越しいただきましてありがとうございました。あ、こちらこそありがとうございました。最後までご視聴ありがとうございました。ディープテック研究所ではご出演いただけるディープテック企業を募集しています。次戦他戦は問いませんので、コメント欄や概要欄からリクエストをお寄せください。それではまた来週お会いしましょう。